アーサー・シモンズ、1906年、アーサー・ウィリアム・シモンズは、英国の詩人、文芸批評家、雑誌編集者である。英国のウェールズ南西部、ミルフォード・ヘイブンに生まれる。メソジスト教会の巡回牧師であった父親の、職業柄、幼少時より、英国内を転居し続ける生活を送る。17歳で、ロバート・ブラウニング作品批評を、ウェズリアン。 メソディストマガジンに発表、ブラウニング協会の会員となる。このブラウニング批評に注目した、協会創設者フレデリック・ジェイ・フォーニバルの推薦により、1884年には19歳にして、シェイクスピア作品集の序文執筆を依頼される。以降、精力的に批評を呼び、翻訳作品を発表し続け、ウォルター・ペーターに、ハブロック・エリスら、 当時すでに活躍していた人物の引き立てもあり、ロンドンの分断サークルへの仲間入りを果たす。1880年代半ばから1890年代後半にかけては、シモンズのキャリアを代表する、最も活躍が目立った時期である。アカデミー、ドーム、イエローブックほか、時代を代表する複数の文芸雑誌に、文学、舞台、美術、音楽と多岐にわたる。 芸術分野に関する批評、エッセイを執筆する一方、詩集も立て続けに発表している。デイズナイツ、シルエッツ、ロンドンナイツなどがある。1896年には、出版人、レナード・スミザーズの誘いを受け、文芸編集、シモンズ、美術編集、オーブリー・ビアズリーという組み合わせで、芸術と文学の融合を目指した定期観光物、 サボイを発行している。しかし、鉄道駅構内を中心に展開する、大手の本屋フランチャイズの一つ WH スミスが、店頭販売を拒否する事態に陥り、全発巻を発行したところで廃刊に追い込まれたが、その斬新かつ国際色豊かな執筆人と内容は、前衛的と呼ぶにふさわしい内容であった。1899年、文芸批評代表作の一つ。 ザシム・ボリスト・ムーブメント・イン・リテラチは、象徴主義の文学運動を発表。第 2, 2版は1919 19年。フランス、ベルギーで、すでに放火していた新しい文学運動を、いち早く英語圏に紹介した、批評集として、20世紀のモダニズム作家たちにも、多大な影響を与えた。その影響を公言している作家の中には、トマス・エリオット、エズラ・パウンド、 ジェームズ・ジョイスも含まれる。日本でも、大正期の象徴派詩人に、多大な影響を与えたことで知られ、日本語訳は、岩の方名、表彰派の文学運動をはじめとして、21世紀に至るまで、複数の翻訳者により出版されている。ジプシーの生活に憧れ、外国語に堪能で旅を愛したシモンズは、数多くの旅行記も発表している。 シティーズ・シティーズ・イタリー・シティーズ・シー、コースツーアイランズ。印象派詩人と評されることの多いシモンズらしい、目に映る光景を、個人の心象風景と共に色鮮やかに綴る。スタイルは、同時に、文学や美術の批評家としての側面も伺える、独自の魅力を有している。短編小説集スピリチュアル・アドベンチャーズが、唯一の小説作品集である。 1908年、妻とイタリアに旅行中、精神的に不安定な状態で、フェラーラの街を夜中に徘徊しているところを警察に保護される。イギリスに帰国後はしばらく療養生活を送るが、症状が完全に回復することはなく、以降発表された著作は、この不幸な出来事以前に書かれた、あるいは雑誌に、すでに発表されているものをまとめたものが主である。 ありがとうございます。